れでも清原さんに言ってもらえなかったら絶対気づいてないですし、うん、この立場になったことは絶対ないです、ね、清原さんが大谷選手をどんな風に見てるとかっていうのああそうで佐々木さん今日はありがとうございます、はい、立林よろしくお願いします。甲子園球場に来ていただきまして、はい、メールしたら LINE したらすぐ返事が返ってきました、うん、ちょうど飯食う時でああ暇だなってできる前でちょうどよかったんだ。もうこっち来られたんですか？いやいやいや、まだ東京家。あ、そうなんですか？あ、まだ家。僕はもう昨日豪快に大阪で飲んでからあ早起きだなと思ってたんですけどいやいやいや、飲んでたら寝てるあの時間あ、そうかそうかまあそんなんですけど今日僕にブレザーを着せていただけると、ね、うん、まあ、僕もどうしてもあの自分の思いがあって、うん、皆さんこうファンの方の前でブレザー着せてもらってるっていうシーンもみんなあって、うん、僕もファンにどうしてもファンの方にお返しがしたくて、うん、だったら阪神タイガースと甲子園球場がぜひここでやってくれっていうことで、いやこれはねいいことだと思う。僕も選んでもらった瞬間にこのメイクがくじ入れようって持ってもらった瞬間に、うん、自分じゃなくてファンの方に対して見せるべきな一瞬じゃないかなと思って、うん、いや本当に感謝します。ありがとうございます。だから今日言われたら球児だったら俺行くよ。ありがとうございます。まあそんな佐々木さんといえば甲子園ってどんな思い出がありますか？うん、甲子園やっぱりあ高校野球で来た時からだからね。東北高校ですか？東北高校で来て3回出させてもらったけど、でもやっぱりほらプロ入ってもさ甲子園って別格じゃん。3回っていうのはいつ、うん、1回目はいつ？夏2年の夏で春、はい、夏。あ、3年は両方ですか？3年両方。2年の夏はどこと対戦したんですか？柳井高校山口の柳井とやって日大一高か。そこで勝ってで岡山南で負けたんかな確か。佐々木さん投げられたんですか？投げた。その時ほら2年生の時だから全然エースって背番号10だったし、一番つけてる人先輩が投げんのかなと、なんで俺投げんのかなってわけわかんない状態で投げてたでも、両方とも出られたということなんですけど、うん、県予選も圧勝ですか？そうね、夏あの夏はもう圧勝。あ、そうですか。うん、負けない勝ったね、うん、何番打たれたんですか？ちなみに4番。うわ、そうですよね。一応あのホームラン打ってるからね甲子園。それもラッキーゾーンじゃなくてオレンジでラッキーゾーンだったけど、俺スタンドまで運んでるから、はい、あのそれ自慢。甲高いバットですか？キーン、キーン。そう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 、あれでスタンドまで。いや、ほらほらほらレフトスタンド。感触覚えてますか？いや、やっぱホームランって感触ないんだよなとうまい具合に芯当たるからやっぱり。あ、よくこの手応えとか言うじゃん。手応えがあった、はい、俺だから不思議なんだよね。手応えないのがホームランじゃないかなと思ってるんだよ。でも佐々木さんがその3回出られた時同級生清原さん、そう、清とかいたし、桑田さんも、そう、桑田いて、あとまあ吉田隆さんも、あ、そう、あ、砦にこう、あれは、ね、2年の時ね。ああ、そうですね。そう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 、まあ、僕を成長させてくれた一番のプレイヤーが僕の中で清原さんというか、うん、その生き様を教えてくれたというか、うん、佐々木さんといえばフォーク、うん、藤川球児といえばストレートっていうのは、僕は清原さんに、うん、まあフォークボールを投げて、うん、で何してんだお前っていうような形で自分を磨かなきゃと思った僕と清原さんの対戦といいますか、うん、そういうシーンって佐々木さんのところから見てどういうふうに見えていたというか。いや、最初まっすぐ投げろってあいつ手なのよなんだお前これ来んのかっていう手なのよ。餌なんですか？そう。そしたらそれあいつもあいつでも言ってたのが106キロだったかのイラブで150何キロだけの時代、そうですね、うん、打ち返してるじゃん。そうです、ね、まっすぐだけだったら打てる自信はあいつあんねん。僕ももっとも清原さんが、うん、あの若い時だったらもう確実に打ち取れてないと思いました、ね。うん、でも打ち取ったよ。まあ、まあ、あの時はそう、それがあいつの中で多分ああって思ってるはずなのよ。でも手だよ絶対そうそうまあ、そうですね、まあ、うん、僕らやっぱ野球界ってお相撲の世界とも似てるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりこう立ち合いがあって横綱に向かっていくっていう、うんうん、かわしてもキリがないじゃないですか。まあね、まあね、うん、僕もそこでかわしきらなかったので、うん、この迷宮界に入れたと思うんですよ、うん、いやでもな、球児のまっすぐだけは俺もな見てて楽しかったな。あれでも清原さんに言ってもらえなかったら絶対気づいてないですし、うん、矢野さんもあれがあって、うんうん、投げ込ましたらあやっぱりすごいんだって、うん、だからバッターが言ったんだっていうふうに思ってくれたということで、うんうんうん、でもまあ今考えたらあのシーンがなければこの立場になったことは絶対ないですね、うん、だって変化球もっと投げてましたし、うん、だってさまっすぐ分かってて打てない球なんだから、うん、あれって今の時代だっていないじゃん、あんだけまっすぐだけで分かって打てない、ね、だから球場もそこがすごかったから見ててやっぱさすがだなと思ったし、
ありがとうございます、うん、清原さんが大谷選手をどんな風に見てるとかっていうの、ああそうで、聞いたことないな。でも清って、まあ、バッティングのスタイルが違うじゃん、スタイルとか、まあ、清って乗せる方だからバットに、ああ乗せる、うん、清落合さんとかそういう、まあ、やっぱりあの時代の人ってやっぱり長くつけて運んでいくっていうのが主流だったけど、今はほらバットも軽いし硬いですしね、うん、でスパンパンってもう速さじゃん、うん、だから全然スタイルは違うよね。その清原さんとの出会いってその高校の時にもうあったんですか。清とは ね終わって夏の大会終わって国体、あ国体、うん、どこ大会ですか国体は。鳥取。あ鳥取でやる、うん、鳥取国体の時に初めて会って写真撮ったのが初めてなのよ。どっちが大きかったですか。あん顔はこっちいや威圧感は僕今でも一緒なんですけど、ね、いや顔はあっちいや測ったから3センチ長かったんですちゃんとチェックしたんですか。チェックした。どんな存在だったんですか、その高校の時の佐々木さんから見た、うん、やっぱりスーパースターだからね、あそこの時の PL っていうのは、うん、やっぱりそこの中であって友達になれると思ったんです。だからすごい気さくなやつだったんで、うん、あそうですか。まさかこんな写真撮ってもらえると思えないし、でまあ大学行った時にそうやってまた今度うちの大学に PL の同級生のやつが来てて、でそのまた一緒にご飯、それでご飯食べるようになって仲良くなったっていう。もうその当時って PL のスタメンの選手って、うん、他の高校の選手たち全員言えるぐらい。そうそう、匠とかね、松山さん、松山とか、そうあもう全部言えるぐらいですか、うん、でもあのメンバーたちってすごい後からまあいろんな飯とか大学でも一緒になったりしたから、いいやつばっかりやな。あそうなんですか、うん、あんなこうなんか話を聞いてるととんでもないとんでもない、そうそう言うけど、いや匠もいいやつやし、松山なんて面白いしな。僕も阪神で、うん、コーチで松山さんがいたよね、うん、いやすごく視野が広くて、うん、あの冗談もあのなんていうか言ってるだけで面白いんですよね、うん、すごく。そうだからやっぱあの時のメンバーってやっぱ強いなって分かるのはみんな野球知ってるもんな、全員が。そうそう野球を知ってるだからそれは強いよ。その野球クロートみたいなところ、うん、その感性みたいなところが最近なくなりつつあるじゃないですか、うん、そうだからみんな苦労してるでしょ今コーチとか、はい、あの野球知らないから一から教えなきゃいけないってですね、うん、だからそういう部分では今の高校野球って打つだけじゃなくてやっぱり野球っていうのももうちょい教えてほしいってやっぱりみんな言うよね。そうですね、来た時に困るってシチュエーションいくつもこう、うん、一つボールが動く前に、うん、口で話すその10倍ぐらい頭の中で描けてないと。そうで来た時にパッと動かなきゃいけないから瞬時のもんだから入ってなきゃ動けないからね。そうですよね、うん、AI みたいなとこですよね。人間の頭が AI でストンって出せる人がやっぱすごかったですね、うん、